令和元年10月5日神戸王子スタジアムにて2019 X リーグディビジョン3ウエスト第2節の一戦になります。トライスターズ対大阪府警シールズの一戦が17時20分キックオフで試合開始になります。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーオレンジのユニフォームがトライスターズ、奥側ホワイトのユニフォームが大阪府警シールズです。ただいまご覧の中央では両チームのキャプテン大作戦が生まれコイントスが行われております。前半トライスターズ大阪府警キックオフ、トライスターズリターンで試合が始まります。ターンオーバー。パス不成功。クォーターバック8番右スプリントアウトからワイドレシーバー1枚のパスでしたが、これはトライスターズ1番がパスカット。大阪府警ファーストダウン。大阪府警ファーストダウン。このキックは失敗。したがってこの時点で攻守交代です。トライスターズファーストダウン。パス不成功。クォーターバック7番プレイアクションからワイドレシーバー9番へのパス、しかしこのパスはショート、パス不成功です。オンサイドキック。トライスターズ自らボールを確保するためのオンサイドキックを敢行しました。判定を待ちます。オンサイド成功。トライスターズファーストダウンです。パス不成功。パス不成功。ナイスプレー。トライスターズファーストダウン。パス成功。ファーストダウン。キック失敗。フィールドゴールは失敗です。無得点です。攻守交代となります。インターセプト。パス成功。ファーストダウン。大阪府警ファーストダウン。
ターンオーバー、パス成功、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。エンドゾーンへのパス、このパスをレシーバーがキャッチし得点成功、トライサーズ6点獲得。インターセプト、攻守交代です。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、トライスターズ7点、大阪府警シールズ0点でトライスターズの勝利です。試合は7対0でトライスターズの勝利です。ぜひ皆様お誘い合わせで。